京都市交通局800系電車。京都市交通局800系電車。京都市交通局800型電車は、京都市電の路面電車である。戦後、1950年から1955年に、かけて90両が製造された。戦前から戦時中にかけて10メートル級に、軸ボギ芸者である600系の増備を続けた、京都市電は、戦後、 激増する乗客に対処するため、14メートル級大型3扉車である線形の増備を進めた。しかし、線型は換算時間帯の輸送効率の点で難があるため、ラッシュ時には絶大な効果を発揮したものの必要な数が揃うとそれ以上の量産は輸送力過剰となる問題があり、 かといって600型は換算時間帯でも戦後の輸送状況においては若干輸送力が不足し、いずれの形式でも帯に端した隙に流しの状態に陥っていた。そこで両形式の間を取り、これら2形式の全長を足して2で割った12メートル級車体を採用する本形式の製造が、0経営、第一陣の竣工間もない1950年に計画された。 本形式は、この当時まだ残存していた二軸単車群を淘汰する目的で製造され、戦後安定期に入ってからの京都市電の路線状況によく合致したため、合計90両が以下の通り製造された。なお、広島電鉄800系とイオ鉄道、モハ50系には、本形式のメーカーの一社である、何は後期が本形式の設計を若干手直しして、 製造販売した派生モデルが存在する。車体は600型を12メートル級に引き伸ばした、形状の張り上げ屋根反抗性車体を基本とする。窓配置は D7D、D、客用扉、戸袋窓、数字、窓数で、窓の上下に補強用のウィンドウヘッダーウィンドウシルと、呼ばれる帯板が露出して取り付けられているが、ハンマル工房を使用した600型とは異なり、 単純な帯板を使用し、さらに、ウィンドウヘッダー上部の水切りを兼ねたカッターラインを省略している。801から865では、側面の腰板を台車間で追加させて、機器を隠した、戦前、戦中春高の600型に準じたスタイルが採用されたが、関節自動制御機や電動発電機を搭載した866以降では、この部分を切り取った、 通常の形態に変更されている。客用扉は片引き戸で、側窓は下段上昇式、その下段には保護棒が一本取り付けられている。つまは600系のデザインを継承して、傾斜角のついた緩やかな丸妻流線型構造となっているが、左右のつま窓上部には線型と同様に通風機のルーバーが設置され、 フェンダーストライカーはこれも1000型に順じて500系以前と同様の金属製の救助棒に戻されている。ただし、最終生産グループである881から890については900系量産開始後の製造であるため、後述する蛍光灯の採用や中央を大きくして乗務員の視界を改善した妻窓など同形式の設計が一部取り入れられている。 座席は全車ロングシートで、室内灯は801から880が、直流電源による、緩球、白熱電球、881以降が、交流給電が可能な電動発電機による、蛍光灯となっている。塗装は上半分がクリーム、下半分がグリーンのツートンカラーで、近畿車両製の20両に限っては、車番の自体が名古屋市電と同じスタイルになっている。 春工時期の近い600系戦後春工グループや線型と同様の機器を搭載するのが基本であるが、新構想に基づく従来にない構造の軸箱指示機構を備えた台車のテストベッドとしての役割を足し、さらに1953年から1954年にかけて春工した866から880の15両では、設計当時日本の 各都市で PCC 車や純 PCC 車が製作されつつ、あったのに影響を受けて制御機やブレーキについてもしに、設計が導入されている。801から865.881から890では千型や600系の線を竣行グループで採用されたのと同じ、路面電車用規格系直流直巻製粒子、電動機である SS-50 を 866から880については SS-50 に変えてその上位出るにあたる SS-60 をそれぞれ拡大者に一気ずつつりかけ式で総加する。波数比は4.21で統一されている。なお、881から890に総加された SS-50 は新品ではなく線型が主電動機をより強力な SS-60 へ乾燥した際の発生品を流用している。801から865.881から890では三菱電機 KR-8 直接制御機を搭載する。これに対し、866から870では三菱電機 AB44 から 6MDC。 871から880では同じく三菱電機 AB72 から 6MD を搭載する。これら2種はいずれも本体となる主制御機を床下に搭載し、電動発電機による直流低圧電源で駆動される電動カム軸式のスイッチ機構を備え、さらに内部的な制御ダムをリミッタリレーによる限り留置の監視で自動的に 進む段させることで円滑な化を実現する、いわゆる間接自動制御機である。これらの制御機の駆動電源は866から870が、三菱電機 MG-32S を、871から880が、東芝 CLG-109 を、それぞれ搭載する。いずれも、直流のみを、給電可能なタイプである。直接式の KR-8 では、 2機の主電動機を抵抗制御するだけではなく直並列制御も行うが、間接自動制御機である2種の AB 制御機では2機の主電動機は永久並列接続としており、運転台に搭載された主管制御機に設けられた立候補指令用の地数は4段である。なお、881から890については、コストダウンのために動車が置き換え対象とした200系。 に軸端車からの廃車発生品の KR-8 を搭載して巡航しているが、交流蛍光東洋電源として搭載した電動発電機を、あえて公直流用仕様で、間接自動制御機への給電が可能な設計の三菱電機 m g 四十四 d s としており、ブレーキ弁もセルフラップ弁である SA-2 を用しているため、必要な時に間接自動制御車へ、 改造可能となっている。以下の各形式が採用されている。ブレーキはいずれもシンプルな SM-3 直通ブレーキであるが、ブレーキ弁は801から865が、通常型の PV-3、866から890が、セリフラップ弁の SA-2 を搭載する。空気圧縮機としては、 全社ウェスティングハウスエレクトリック d H-16 の同等品を床下に搭載する。終電装置は801から880がトロリーポール、881から890がビューゲルを搭載して巡航している。801から865、866から880、881から890、 の三グループでそれぞれ異なる経緯をたどった。通常構造で特に保守状の制約もなかったため、標準機関の各線を担当する全車庫に配備され、全線区で運用された。1955年に終電装置をトロリーポールからビューゲルに変更、1963年から1966年にかけて一部の大車軸受けを平ら軸受けから、 コロジクー系交換している。また、窓枠の普及に伴うアルミサッシュへの交換も一部で実施されている。なお、801は1954年に、日立製作所 HS-532B6、B 交流電動発電機を搭載して、蛍光灯試験車となり、900系以降での蛍光灯本格採用に、貴重なデータを提供している。 1968年からのワンマン化改造工事の際には全車が対象車となっている。機器の特殊性から当初全車がカラスマ車庫に集中配置された。これは以後900型や700型などの間接制御車がすべて同車庫に配置されるきっかけとなっている。1961年2月から1966年6月に かけて、一時前者の車輪がサブ型男性車輪と呼ばれる、防振構造の車輪に交換されていた。これは、車輪のディスク部に、防振ゴムを挟んで、多数のボルトナットで結する構造であり、ナットの緩みの管理など保守に大変に手がかかった、ことから、順次通常車輪に戻されている。1965年には、将来のワンマン運転実施を見越して866、 が改造され、全消灯のシールドビームに投下、ワイパーの設置、車内、外スピーカーの設置などが行われた。ただし、後年の1800型とは異なり扉配置は変更されていない。また、この改造の際には制御機を KR-8、直接制御機へ交換している。866から870の5両については801から865。 と、同じく、ワンマンカ改造工事の対象者となり、1866から1870へ改造された。一方、改造されず2マンカーのまま残った871から880は1971年に9条、西木林の両車庫に転属したが、カラスマ線廃止で運用を失い1974年に全車廃車となっている。 200系二軸短車のトータを目的として製造され、未部車庫に申請投入された。1957年に888が試験的に Z パンタグラフを搭載。この結果をもとに1958年4月から春工開始した700型で Z パンタグラフが正式採用された。ただし、888そのものは700系の 初期車春行と前後して1958年4月にビューゲルに戻されている。本グループは1972年1月22日の1 0本、大宮線及び市場線の廃止に伴う未部営業所の廃止まで未部車庫に配置され、その後881から885が急上車庫へ、886から890が西木林車庫へ分散配置となったが、 いずれの車庫でもツーマンカーは持て余し、881.88に884.886、888 88 88の5両が、転属直後の1972年2月に廃車となっている。残る5両は、ツーマン運用の存在したカラスマ線を中心に使用されたが、これらも871から880と同様。 最終的には1974年3月31日のカラスマ線廃止で通満運用が終了となったため不要となり全車廃車となっている。1968年からのワンマン化改造工事に際しては801から870がその対象となり1 8 0 0系1 8 0 1から1870に改造された。自動制御車が 主体の871以降は諸事情により、改造工事から漏れ、間接自動制御車であったが、改造対象となった867から870については、1000型などからの機器流用で KR-8、制御機 PV-3 分機制御弁搭載の直接制御車に改造され、終電装置もビューゲルに交換されている。このうち、 866は前日の通り1965年にワンマン化に向けたテスト改造が施行されていたが、1866への改造に際して他の改造者と仕様を揃えられている。なお、主電動機のうち SS-50 搭載車については、後年700系統からの廃車発生品の SS-60 に順次交換されており、1800計画車の 最終的な電気的仕様はほぼ統一されていた。ワンマンカー改造にあたっては、後部扉を閉鎖して中央に、校舎扉を新設、窓配置が D2D31 に変更され、全小灯が白熱灯一灯からシールドビーム二灯に変更されて、全面上部左右に振り分けら、さらに9前小灯取り付け1付近に、アンドン式のワンマンカー表示が掲げられた。また、 直接制御者ゆえに、電動発電機を搭載していなかった865以前については、ワンマン機器の給電用として、電動電機が追加搭載されている。この電動発電機は直流用の三菱電機 MG-34S と交流用の東芝 CLG-306 が混在しており、ワンマン機器は直流電源であるため CLG-306、 搭載車については、変圧性流気を搭載して、MG-34S と銅の出力が得られるようにしている。室内灯は、直流電動発電機搭載車が混在していたことも、あって種者の緩急を引き続き使用しており、蛍光等試験者であった801についても緩急に戻している。これは全廃までそのままであった。なお、 扉一致の移設以外の改造メニューは600系1600系のそれを踏襲している。ワンマン化後、労働組合との交渉が完了するまで暫定的にツーマンカーとして使用され、その後も一部がカラスマ線廃止までツーマンカーのまま使用された。製造後、約20年が経過した1970年代前半には普及が目立った。 1客用扉の警報金製扉への交換が普及の度合いに応じて実施され、戦後すぐの蘇生乱造で痛みが深刻となっていた KS-40J 装着車枕バネが交換された。また、8 0 0系時代から試行が始まっていた時空家のローラーベアリング化や手電動機の SS-60 への換装も順次実施されている。1840が1971年に 自己廃車となったものの、残る69両が1900型とともに、主力車として使用され、1977年の河原町線廃止で26両が廃車となったものの、残る43両は1978年9月末の京都市電の終焉まで在籍した。1844から1870のうち6両、 1844.1866から1870が、半海電気軌道、本社、大阪市住吉区、南海電気鉄道の子会社に払い下げられて、同社のも251系251から256となり、朝のラッシュ時に運用された。1995年までにも701系の増備、などで全廃されている。800型としては、 ラストナンバーの890が交通局の保存者に選定され保管された後2014年3月8日からは梅小路公園の市電広場に展示されている。交通局で保管されていた当時は座席のモケットは園児職であったが梅小路公園への移設後は青色に取り替えられている柿ギャラリー写真を参照。一方1800型は京都市電廃止後 少なくとも20両が、学校、保育園、公園、または、個人などに譲渡され生態保存内資材利用された。もっとも、その後劣化が進み廃棄されたものも多い。比較的保存状態が良好なものの一つとして、トップナンバーである1801が、京都市左京区の京都コンピュータ学院北白川校敷地内2600系2603と共に展示されている。また、 大宮交通公園に保存されていた1860は2015年に岡崎公園に移設され、同年12月5日より観光案内所として使用されている。公園に保存されたものの中には、電車自動館、第二種自動館として活用されたものもあったが、第一種自動館、一般の建物がある自動館の整備に伴い、電車自動館を閉館することとなり、 そのほとんどが廃棄されてしまった。唯一西京区、柏原のちびっこ広場で児童館として使用されていた1849は、柏原児童館の新築による電車児童館閉館後、広場が京都市の地域のコミュニティ広場再生プロジェクトのモデル広場に指定され、地域住民と協力して広場整備の取り組みが行われたことにより、 電車が地域の集会所として活用されるようになっただけでなく、遊具の再配置と同時に、電車が電停に停車しているような形に整備されている。半開電機も2 5 1系のうちも2569870は、京都市電塗装に復元され、同社のアビ子同社庫で、胴体保存の形で留置されている。ただし、会社側によると、 積極的に保存しているわけではなく、売却先が現れるまでの保管であるとしている。も255-9869は、アメリカ合衆国アリゾナ州の通村にあるに再度、譲渡され、新造当時の800系869に復元されて、胴体保存されている。塗装は、京都市電の塗装であるが、全小刀は、オリジナルの全刀上部ではなく腰板部に、 埋設されている俗に言うヘソライトほか終電装置は矢倉の上に設置されたパンタグラフなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。